はい、皆さんこんにちは。本日はですね、皆さんにですねご紹介したいものがありまして、このようにですね動画を収録させていただいております。はい、いつも拝見いただき本当にありがとうございます。こちらのチャンネルでですね、普段はカメラですね、写真や動画等のことをこのようにですねお話ししておりますので、ぜひ一緒に楽しんでいっていただける方はチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日のお話はですね、カメラからちょっと離れるんですけど、このようにですね皆さんにこうお伝えさせていただくときに割とよく使っているアイテムのお話になるんですね。それは何かと申しますと、マイクですね。でマイクといってもカメラに接続するものではなく、このパソコンの方にですね接続するマイクのお話になります。で普段ですね、私こちら、ちょうど頭の上あたりにあるこちらですね、マオノさんっていうメーカーのこのパソコンに接続する USB タイプのコンデンサーマイクを使用しております。でもですが、この音質だとか機能面では全然不満な点はないんですが、でもですね、ちょこっとこうなんかこう撮影をしている時に光が欲しいなっていう話を以前したと思っていて、でその時にですね、こちらですね、このような LED のバーを買ったんですけど、これがですねうまい具合にどこに装着しよう、どこにこう固定しようっていうところで迷っておりまして、使えずにいるというところで、じゃあですね、発想を変えてですね、こうパソコン周りにこう LED でちょっと装飾できないかなみたいな感じで、いろんなものを探している時に見つけたものになるんですね。そちらがですね本日ご紹介させていただきたいアイテムになっておりまして、はい、それがこちらのマイクになります。はい、こちらのマイクなんですけど、メーカー名がですねファイファインさんというメーカーになっておりまして、モデル名がアンプリゲーム A8 ですね、 A8 というモデルになっております。こちらですね。でこれがですね LED によってこのですねマルチカラー RGB ライティングという機能がついていて、少しですねこのパソコン周りをですね彩れるんじゃないかなと思って購入をしてみたという理由が、メインの理由になります。それ以外にもですねいくつかこう理由があるのですが、そういったもののお話をしていこうと思います。はい、まず一つ目なんですけど、先ほど申し上げました通り、その RGB のライトによって綺麗にですねこう彩ることができる、その光ってですね、そういうですねゲーミングパソコンのようなこう演出ができるですねマイクになっておりまして、そのおしゃれにですね少し彩ることができるんじゃないかなというのが一つ目の理由で、二つ目の理由がコスパなんですね。こちらはですね USB コンデンサータイプのマイクでございまして、コスパが高くですねクリアな音質で収録できるマイクになっております。でそれ以外にもですねいろんな理由はあるんですけど、この後ですね申し上げさせていただきますね。音質に関しましては、そのノイズといったものに対策されていて、かなりですねこうクリアに収録できるモデルになっているようです。あとでですねこちらのマオノさんのですねコンデンサーマイクと同じようにこう USB で接続するタイプのマイクになってるんですけど、音質の比較っていうのもしてみたいと思いますので、お楽しみいただければと思います。で他にもいろいろと理由がございまして、こちらのですねマオノさんのマイクにはついていない機能になってくるんですが、 3.5mm のモニタリングのジャックがついてるんですね。ということで収録してる音声っていうのをリアルタイムに確認することができるようになってます。これですね収録しているカメラとかでも使う機能なんですけど、結構便利な機能でして、パソコンとかでちゃんと音拾えてるかなって不安になる時って結構あるんですよ。といった時にちゃんと音が流れてるなっていうのを、こちらのですねマイクの方にイヤホンジャックを差し込むことによって、イヤホンからですね音を確認することができるという機能になっております。あとはですねそのマイクが収録してくれる音量の調整のノブっていうのもついておりまして、そこでですね音量の調整をすることもできます。でまたさらにですねミュートボタン、音をですねカットしてくれる機能がついておりまして、パソコンの方でこうカットしたつもりになっていてカットできていないよってこととかたまにあるわけなんですよ。というのをこう物理的にですね音声を遮断してくれるっていう機能がついております。こういったですねこの RGB カラーのLED のライティング、モニタリング用の 3.5mm のジャックですね。で、あとはこういったようにミュートのボタンと、結構ですね、こう同じ USB コンデンサーマイクであったとしても、付加価値がですね、ついているモデルになっていて、いいなと思って購入してみたモデルになるわけなんですね。はい、このようにですね、さっと製品の特徴というのを述べさせていただきまして、続きまして開封をしていってみたいと思います。このようにですね、しっかりとしたこう綺麗な、彩られたですね箱に入っておりまして、この中ですねこう開けていきますと、まずはなんですけどこのように説明書が入っております。で説明書の方もですねこう見ていただくと分かるんですが、日本語に対応しておりまして、こちらですねこのようにセッティングっていうのも安心してこちらの説明書を読んでしていただくことができるかと思います。
はい、でさらに開けていきますと、このようにですね、もうゴムで最初からですねマウントされているマイクの本体って出てきました。このですね、あの振動を拾わない仕組みっていうのがですねとても便利で、例えばこうテーブルの上とかに置いてたりとかしますって言った時に、こうテーブルにドンとかぶつかっちゃったりするとですね、マイクってすごくこう不快なですね、なんて言ったらいいのかな、爆発音みたいな音がですね収録されてしまうんですよ。というのがこういうですね、あの防振のタイプのこうゴムとかでですね固定されておりますと、割とですねそれをカットしてくれて不快な音っていうのが入りにくくなっております。まあ、あとはですねこう喋っている時にそのようにですねこう丁寧なマウントになっているので安心して使うことができます。で他ですね、こちらがなんですが、マイクのこうマイクアームとかに接続する時のアダプター、こちらこのようになってますね。であとはこちらですね、 USB Type A とタイプ C のケーブルが付属しております。そうなんです、あのこちらのですねマイクなんですけど USB Type C に対応しているんですよ。ちょっとですね見てみてくださいね。このようにですね後ろ側をですね見ますと、こちら USB Type C とあとこの 3.5mm のイヤホンジャックが付いております。はい、続きましてですね機能の説明になるんですけど、こちらアームのですね付いております方のマイク本体のですね上の部分、ここの部分にスイッチが付いております。こちらですね、これがなんですが、このマイク本体に付属しております RGB の LED のモードの切り替えのボタンになっております。この後ですねちょっとですねモードの方もご説明させていただきますけど、その前にですねちょっと機能的なところのお話をさせてください。でちょっと見えにくいんですけど、この下の部分ですね、ここにマイクのゲイン調整のノブ、ダイヤルがついております。ここでですねボリュームを調整できますね。であとこのマイクの上の部分、このですねマイクのマークがついているところが、これがですねミュートのセンサーになっておりまして、ここをポンと押すことによってマイクがミュートモードになります。ということでですね、音を取りたくないときにこれをポンと押すだけでミュートにできるという便利な機能がついております。で続きまして RGB のですね説明になるんですけど、このように説明書に書いてあります。こちらですね、まあ、これ読みますとなんですけど、 RGB ライティングモードということで、3種類の RGB ライティングモードがありますということで、単一色効果、ダイナミック多色サークル効果、ダイナミック単色サークル効果とありますというところで、まあ、色をですね赤、オレンジ、緑、空色、青色、紫色、白色ということですね、それらの色に変更できるというのと、あとはそれらがこうじわっとですね色が変わっていくモードと、パッパッパといろんな色に変わっていくモードと、その3つがですね設定できるようですね。まあ、これでですねあのお気に入りの色とかですね見つけて、その色で発色させておくことによっておしゃれに使用することができます。はい、そしてですねあのこちらがですね、あ ポップガードっていうのかな、あの口のですねこう息の音とかっていうのをマイクにこう直接かけないようにできるですね、まあ、あのガードがついてるんです。このようにこれですねよく見るとなんですけど、ニコニコマークみたいなのがついているんですよ。というのがですねこちら LED で光りますととても目立つようで、この後ですねそちらを点灯して皆さんに見ていただこうと思っております。はい、このようにですねマイクのセッティングっていうのが終わりました。でこれをですねパソコンに接続することによって簡単にですね音声を収録することができるようになります。それでですねこの後パソコン本体のマイクの音で、あとはこちら私が普段使っておりますマオノさんのマイクですねの音と、こちらファイファインさんのコンデンサーマイクの音をですねそれぞれ収録して、まあ、比較してみようと思います。私がですね直接何かの文章を読み上げますので、そちらの音声というのをですね収録してみて、後ほどですねボリューム調整程度にしておきまして皆さんに聞いていただこうと思います。はい、それではテストの方に移りたいと思います。はい、そうしましたらですねそれぞれのマイクの音質をですね比較していこうかと思います。まずはですね私が使っておりますパソコン MacBook Pro のですねパソコンの内蔵のマイクの音質ですね、こちらの方で収録をしてみております。こちらのファイファインさんのですね、まあ、説明 A8 のですね説明を読んでいこうと思います。このですね A8 RGB コンデンサーマイク、より良いゲーム体験へもう一歩ということで、ゲーマーのためにデザインされ、クリアなボイスチャットに高音質を提供、鮮やかな RGB ライディング、RGB ボタンですね、この正単単一色っていうのかな、ダイナミック単色サークル、ダイナミック多色サークル、このカーディオイド集音パターンですね、この片方の音をしっかりと集音してくれるという機能がついております。ゲーミングや生配信に最適となってますね。でこの上の部分、ミュートボタン、騒音を起こさない使い勝手、赤点灯ミュート、緑点灯が録音になっております。でゲインの調整、こちらダイヤルがついておりますね、場合によって最適な音量を簡単に調整、はい、このようになっております。ゲーミング以外の日常録音にも最適となっておりますね。とてもですね使いやすいマイクになっていると思います。
はい、続きましてですね、こちらはマオノさんのですね、私が普段使っておりますパソコンに接続して使用しております USB コンデンサーマイクになっております。ではこちらの音も聞いていってみてください。同じくですね、読んでいきますね。 RGB コンデンサーマイク、より良いゲームの体験へもう一歩。ゲーマーのためにデザインされ、クリアなボイスチャットに高音質を提供。鮮やかな RGB ライティング、正単単一色、ダイナミック単色サークル、ダイナミック多色サークル、 RGB ボタンでこれが操作ができます。カーディオイド集音パターン、ゲーミングや生配信に最適となっておりますね。この片方の音をしっかりと集音してくれるタイプのマイクになっております。でこちらミュートボタンが搭載されてますね。騒音を起こさない使い勝手、赤点灯時はミュート、緑点灯時は録音となっております。でこちら原因調整のノブがついておりまして、場合によって最適な音量を簡単に調整できる機能がついております。ゲーミング以外の日常録音にも最適というマイクになっていますね。このですね、ニコニコとした顔のですねマークが可愛いなと私は思っております。はい、ということでですね、お待たせいたしました。今度はですね、こちらファイファインさんのですね A8 のマイクの音質になっております。では読んでいってみようと思います。 RGB コンデンサーマイク、より良いゲームの体験へもう一歩。ゲーマーのためにデザインされ、クリアなボイスチャットに高音質を提供。鮮やかな RGB ライティング、正体単一色、ダイナミック単色サークル、ダイナミック多色サークル、RGB ボタンでこちらが操作できます。続きまして、このカーディオイド集音パターン、ゲーミングや生配信に最適。ミュートボタン、騒音を起こさない使い勝手、こちらですね。赤点灯時はミュート、緑点灯時は録音状態になっております。現在は緑色になってますね。で続きまして、原因調整、場合によって最適な音量を簡単に調整できる機能がついております。ゲーミング以外の日常録音にも最適なマイクとなっておりますね。こちら今もですね、目の前で光っておりますけど、とても綺麗です。はい、それでですね、ちょっと部屋が明るいので見えにくいかもしれないんですけど、このようにですね、マイクを USB に接続しまして皆さんに見ていただいております。で後ろのですね LED のボタンを押すことによって、このように色を変えていくことができます。でこの色の変化というのが終わった後は、こういうふうにですね、徐々に色が切り替わっていくモード、このモードいいなと思いますね。こちらを普段は使っていこうかなと思っております。で次のもう一回押しますと、この単色がですね切り替わっていくモードになります。じわーっと色が変わっていきますね。こういったですね、ちょっと独特なですね光を演出できるマイクになっております。とてもですね、こう綺麗だと思います。はい、あとこちらのですねミュートのボタンですね、こうですね普通に使ってるときは緑色で、上のボタンをこうポンと押すとですね赤くなります。赤になってるときはどうやらですねミュートになっているようで、まあ、このようにですね簡単にミュートにすることができるので、あの音をですね収録したくないときはこういうふうにですね気をつけて使われるといいかなというふうに思います。はい、ではですね、このマイクの光り方を見ていただいた後になんですけど、まあ、早速ですねこう録音してみた音声というのをヘッドホンで聞き比べてみました。まあ、あの MacBook でですね本体で収録した音声っていうのはですね、まあ、普通の音声だなという感じですね。良くも悪くもなんですけど、どこで使っても、まあ、この音質は確保できるっていうのが、まあ、素晴らしいとは思いますが、やはりですねノイズを拾っていたりだとか、あとはこうテーブルに置いているので、何かですね、トンとかですねテーブルを叩いてしまった時にはそういう音が入りやすいと思います。ということでですね、普通に使う分には困らないけど、まあ、ちょこっとですねそのノイズが多かったりだとか、ノイズが入りやすい環境になっちゃってますね。で続きましてですね、マオノさんのマイク、こちらもですね私ずっと使っていて、まあ、特にですね困ったことはなく普通に使っていたんですが、時々ですねなんかプツっていうですねノイズのようなですね途切れるような音って入ってしまっているんですよ。でまたなんですけど、こういう風にアームにですね乗っけて今は使用しているんですが、それでもですねやはりこうダイレクトにマウントされているがゆえになんですけど、関係ないところとかこうテーブルを叩いたりしてもですね結構振動によって音が入ってしまうんですよ。まあ、それがですね、まあ、ちょこっと気になっていたところなので、今回のですねこちらファイファインさんのですねマイクっていうのはゴムでですねマウントされていて、そういったところにダイレクトに接続されていないというところで、振動によるノイズって入りにくいだろうなっていうのは推測されるんですよ。でこのですねファイファインさんのマイクの音質はどうかというと、やはり
ヘッドホンで聞き比べた感じ、音質はこの3つの中では一番いいなと思いました。ノイズも少ないし、音声もはっきり聞き取れるし、またですね、そのテーブルとかをトンとか叩いてしまった時の音とかっていうのも構造上おそらく入らないだろうというところでですね、やはりこの RGB に光ってくれるというおしゃれな構造プラス音質プラス、まあ、そういった機能面で見てもですねいいなと思うので、これからメインに使用していこうと思いますね。ここをですね次回からなんですけど、この RGB に光るマイクに変わっているかなと思います。音質はですね結構良かったです。はい、ということでですね、本日はこのようにですねマイクのお話をさせていただきました。こちらのチャンネルではですね、普段はですねカメラですね、写真や動画等のお話をしております。他アクションカムやオールドレンズや、最近あんまり出ておりませんけどドローンのお話をしておりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタンですねいただけると嬉しく思います。あとはですねコメント等で私にコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まあ音をですね収録するという意味では今のですねこのマイクでも全然十分ではあったんですよ。ただなんですけど、ただあるだけというよりはですね、ここにどうせあるなら何かしらですね付加価値があると嬉しいなというところで、私のこのですねあの狭い空間で仕事をしていて、その狭い空間の中にライトを置くとかいうと、まあ、直接ですねこのカメラの方に光を照射してしまうような置き方とかしかできないんですよ。ってなってしまうと、やはり撮影をしている、まあ、映像とかっていうのもおかしくなっちゃうし、まあ、間接的な色っていうのもこちらでちょっとライトを焚いてたりとかするんですけど、そういうのも弱い光しかなく、正面からですねこの収録用のライトを焚いて、まあ、この私の顔を照らしてるぐらいの、こういった商品を照らすぐらいのですねライティングしかできなかったんですね。というところにですねこう新しくですね1個ですねライトを足せるというだけでもとてもいいなと思ったんですね。まあこの後ですね、今はこのようなマイクスタンドについておりますが、マイクスタンドからこちらのマイクアームの方に切り替えてですね収録に使っていこうと思っております。ということでですね、本日はこのですねマイクのお話をさせていただきました。まあいろんなマイクが出ている、しかもですねこうお手頃な価格でとても音質のいい製品が増えてきてですね、しかもこういったおしゃれなライティングまでできるという製品がありまして、まあちょっと前だったら考えられないなっていうぐらい、まあこういうのが豊富になってきたなと思っております。いろいろとですねいい製品ってあると思うんですけど、その中でもですねこのいい製品の中でさらにこう機能が我々の求めているものに近いものっていうのをですね入手できるととてもですねいいと思うので、こちらの RGB のライトで彩れるマイクいかがでしょうか。というところでですね、本日は収録の方を終了したいと思います。いつもですね最後まで拝見いただきましてありがとうございます。それではですね失礼いたします。はい、バイバーイ。